誰にしようかな。なんだか僕にお前選んだの。ポドフィリアのみんな、ハロウィン。ホラータレント養成所ホラーアカデミアンの研修生メドウィントリスだよ。性別は女、年は12歳、血液型は A。これが電脳宇宙。こんな時に行っちゃダメかもだけど、宇宙ってこんなに綺麗だったんだね。確かにすっごい景色。エモに来た時は見物する余裕がなかったからな。吸い込まれそう。これを越えた先にオアンデルがあるんだね。今まで以上に気を引き締めないといけないわよ。何せ敵の本拠地なんだから。今からそんなに緊張していては身が持ちませんわよ。トワールは真面目だからな。大丈夫、なんとかなるって。あなたはのんきすぎるのよ。皆さん、オアンダルに着く前にお話ししておきたいことがあります。以前話しそびれたのですが、なぜカドが惑星エモを侵略してきたのか。そっか、それを話そうとした時にテアちゃんはヘイロにやられちゃったんだよね。これは囚われていた時に彼女が話しているのを偶然耳にしたのですが、どうやらオアンダルは崩壊寸前なのだそうです。崩壊寸前の惑星を再起させるには新たに正常なコアを用意する必要があります。それで惑星エモのコアを狙ったのか。その通りです。カドはエモのコアを奪い、新たなコアとして代用しようとしているのです。そして他にも惑星の再起に必要なものがあります。一つが創造の力。これはカドが部下であるアンチたちに集めさせていました。発根臭と名乗っていたやつらね。なんだか疲れる相手だったわ。でも私たちの相手じゃなかったよね。そしてもう一つが感動の力。こちらを皆さんに集めさせていたのです。だからわざわざフェアの姿になって私たちをサポートしたってわけね。カドも必死だったのかもしれませんわね。だって自分の惑星が崩壊の危機にあるのですから。だからって他の惑星がどうなってもいいなんて、そんなの間違ってるよ。ミーの言う通りね。カドもまた私と同じ電脳女神です。私には彼女の焦りや思いが理解できます。だからどうしても彼女を憎むことができません。カドって電脳女神なの？女神っていろんなタイプがいるのね。カドは怖いけどフェアは優しいよね。もしかしたらあれでも昔はまともな女神だったんかな。どうかしら、案外そのままかも。昔はどうだったかなんて関係ない。少なくとも今のカドは我らの敵なのだ。皆さん、そろそろ到着です。いよいよ最後の戦いなのかも。え、最後にしたいですわね。みんな、準備はいい？もちろん、いつでも行けるよ。よし、みんな、惑星エモのコア、絶対に取り戻すよ。おここまで長かったね、まったく。ああ、だがこのエモのコアを新しくコアルームに収めれば。待て、コアが反応している。何か近づいているのか。ん？ああ、これは
どうやら生きているみたいだね、女神くん。おい、ヘイロ、話が違うぞ。消滅させたんじゃなかったのか。残念だけど、やり損なったようだね。まあいいじゃないか、どうせもう終わりさ。まあ、それもそうだ。このコアを私のオワンダルに移植すれば全てが終わる。間違いでもないみたいね。ここに住むのは大変でしょうね。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。こんなに取り返しのつかない状況になるまで何をしていたのかしら。コンテンツを大事にしなかったのか、嫌うようになってしまったのか。連動女神とは惑星を守護する存在です。誰よりもコンテンツを愛し、惑星の繁栄を願うもの。なぜこのようなことになったのか、この惑星のコアと共に歩んできた者にしか分かりません。それがカドってこと？ええ。ちょっとかわいそう。自分の大切な場所がこんな姿になるなんて。ミーポンの言いたいことは分かるけどさ、それでもカドはやっちゃいけねえことをしたんだよ。うん、そうだね。皆さん、先を急ぎましょう。こうしている間にもこの惑星のコアルームで移植が行われているはずです。そうね、立ち止まるわけにはいかないわ。うん、カドを止めよう、みんなで。
は私のファンだったね。ポイント。狙い撃ち。メイレイ。Yeah!
持ちに。あったかい。まあどうだって、ブースト。ハンジに行け。ヘイヘイ、ちょっと待って。よいしょ。
りの荒れ地と残骸ばかり。あるとすれば目立つタワーが一つだけ。何が起きたらこんな悲惨な状態になるのかしら。宇宙から見た限りだと相当広大な惑星のようだけど、全部がこんな状態なのかしらね。この惑星の規模ならば以前はたくさんのコンテンツが創造されていたのでしょう。きっと素晴らしいコンテンツも数多く生まれたはずです。ですがそんなコンテンツたちもいつからか感動を集められず、お箱になってしまった。でなければここまで荒れ果てるわけがありません。オワコンって悲しいね。確かにコンテンツには流行り廃りがあるわよ。でもいきなり誰も見向きもしなくなるなんてそんなことありえないと思うの。たとえそうだったとしても一つが終わったらそれに影響を受けた次の何かが生まれる。コンテンツってそういうものじゃない？ユウの言う通りだわ。みんながみんな流行ばかり追っているわけじゃないもの。一度好きになったらいつまでも追い続ける人だって決して少なくないはず。ね、そういう人がいる限りオワコンなどになるはずがありませんわ。エモにいたようなアンチが大量に生まれてしまったのかもしれない。それだってよほどのことがない限り起こることじゃないわよ。ほんと、どうしてこんなことになっちゃってるんだろうね。エモのコアはこの先です。この感覚からすると移植はまだ終わっていないようです。皆さん先を急ぎましょう。